使えないなっていうレッテルを貼られるのがもう目に見えてるわけですよ。そういう風な看護師になってしまった時っていうのは、やっぱ看護師になってから自分自身の自己肯定感みたいなのがすごく下がってくるんですよね。こんにちは、しんすけです。今日は水銀血圧計での測定って必要なのっていうテーマでお話ししようと思います。看護学生の時に、まあ、もしかしたら1回ぐらいはですね、この水銀血圧計で測るの必要なのって思う人いると思うんですよね。で、看護師になったら普通に電子血圧計で圧だけ入れたら勝手に数値が出てくると、そういうことが簡単にできるのに、なんで学生ではそんなことしないといけないのっていう思ってる人いると思うんですよ。で、僕自身も看護学生の時すごいそれを思ってたんです。水銀で測るのは必要かもしれないけども、そもそも働き出したらそんな使わないのにやる意味あんのって思ってたんですね。なので今回はその件についてお話をさせてもらおうかなと思ってます。結論から言うとですね、水銀血圧計、今は水銀っていうのは製造販売っていうのはあんまできないってことになってるんで、それに代わるね、電子の水銀血圧計みたいなのあるんですけど、それで測る必要あるのかっていうと結構大ありです。これ現場の看護師になった時に必要になることっていうのは実はあります。じゃあそれがどういうパターンなのかっていうのもお話ししていこうかなと思います。そもそもなんですけど、血圧を測る時って、よくね、水銀の血圧計もそうですし、その水銀計と似たような電子血圧計ですよね。こうパカッと開けて自分で聴診器を当てて、このとこ不音を、軽音を聞くっていうような血圧計、そういうのもあると思うし、あとアネロイドですね、普通にこう丸い数値だけが入っているようなやつを使って聴診器で聞いていくと、そういうような血圧計もあると思います。それとは別に普通に圧だけパッ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 って入れれば血圧が測ってくれるやつもあるし、上腕のところにマンシェットを巻いたら、あとはボタンを押して測ってくれるだけっていうような血圧計、一般の家庭用なんですけど、そういう血圧計もあるんですよね。じゃあそれらいろいろ種類があるんだけども、それらによって血圧の変動があるかって言ったら、ほぼほぼないですね。差はちょびっとあるのかもしれないけども、その誤差っていうのはもう微々たるものだし、血圧計によっての差っていうのもほぼないっていうふうには言われてます。じゃあ実際どれで測っても一緒じゃんって思うかもしれないんですよ。なおさら聴診器を使って血圧なんて測る必要ないじゃんと思う人ね、多くなると思うんですけど、ここでなんで聴診器を使った血圧測定が必要なのかっていうお話をね、させてもらおうと思います。実際にじゃあどういう場面で必要なのっていうところなんですけど、僕はですね、もともと救急病棟に行く前に整形外科にいました。2年半整形外科、形成外科、皮膚科っていう病棟いたんですけども、その時に聴診器を使った血圧測定をするっていうことはまあなかったです。これ事実です。だから2年半ぐらいなかったですね。2年半なくて、で救急病棟行きました。で、救急病棟って言っても病棟だけじゃなくて ER、 救急車が搬送されるようなところも担当するっていうような、併設というかですね、救急病棟も担当するし ER も担当するっていうような、そういう病院だったので、両方ともいたんですけども、ここでですね、実際に聴診器を使った血圧っていうのはしないといけなくなったんですよね。で、よく血圧測定をするとき、救急車で来たときってもうモニターみたいなのがあって、そのモニターにつながっている血圧計で測ったらもうそれで OK なんじゃないかっていう人いると思うんですよ。確かにほとんどの場合がそうです。ほとんどの場合がそうだし、もう救急車で運ばれてきたらすぐに腕に巻いてボタンを押して測ってもらってる間に他のこともするっていうようなことは多々あるし、そっちの方がメインなんですけども、中にはですね、出血多量だったりとか、アナフィラキシーとかですね、そういうショック状態だったりとか、そういうことで血圧が測れない人っているんですよね。その機械で測っても測れない時に先生から言われる指示っていうのが、さっき言った聴診器での血圧測定を指示されます。これは結構何回もありました。僕はよく測ってました。僕が前勤めていた病院に置いてたのはアネロイドの血圧計だったので、こういうのを持ちながらシュッ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 とこう圧を入れて聴診器で聞いてですね、で血圧がどれぐらいかっていうのを測っていくんです。で、実際にこれ聴診器で測れるかって言ったら、電子血圧計でさえ血圧がなかなか測れないので測りにくいのはあるんですけども、ボタンを押しただけで測れるような血圧計で測れなかったとしても聴診器で測れることって実はあるんですよね。じゃあそういう場面にもし入った時にですね、じゃあ血圧を測ってと言われた時にですよ、いやもう聴診器での測るの忘れました、じゃあ話にならないわけなんですね。僕の場合は2年半ぐらいブランクがあったんです。さっき言ったみたいに整形外科、皮膚科、形成外科ではほぼほぼ電子血圧計だったので、
マンシェットを巻いて聴診器を当ててみたいな血圧ってほぼほぼなかったんですよね。ほぼっていうかもうなかったんですよ。でなかったので2年半ブランクがあって救急病棟に行ってで測ってって言われたわけなんですよ。ただ僕は、まあ、すっごく意味がないだろうなと、こんな水銀の血圧計で測れるとかね意味ないだろうなと、どうせね看護師になったら電子血圧計でシュッ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 って入れれば終わりだろうなとは思いつつも、めちゃめちゃ水銀系の練習ってしてたんですよ。なので誰も負けないぐらい、まあ、結構ね鍛えてるというか、ちっちゃい音だったりとか、あこれそうじゃないかな、これ違うのかなっていう音も結構聞き分けができるぐらいしっかりとね練習はしてきたんですね。なので救急病棟に行った時に測ってって言われた時にすぐに測れたんです。もし緊急の時に測ってって言われて、え測り方わかりませんと、できません、じゃあ話にならないっていうのは、救急病棟に限って言えば本当に緊迫した状態ですよね。もう本当に命が助かるか助からないかっていう、この瀬戸際の時に測れって言われた時に測れないっていうのはもう本当に致命的なんですよね。しかも看護学生でさえ測れるような血圧測定ができないっていうことになってくると、もう使えないなっていうレッテルを貼られるのがもう目に見えてるわけですよ。でそういう風な看護師になってしまった時っていうのは、やっぱ看護師になってから、まあ、自己肯定感みたいなのがすごく下がってくるんですよね。まあ、自分できないんじゃないかとか、周りからできないと思われてるんじゃないかっていうふうに思ってる人っているんですよ。まあ、実際に僕が他の看護師さんとかで話を聞いた時にですね、そういうふうに測れないっていうことで、まあ、劣等感を感じてた人ってすごくいたんですよね。まあすごくいたって言っても3人ぐらいなんですけども、要は3人ぐらい性看護師の免許を持ってたとしてもそうやって測れない人がいたってことなんですよ。そう考えた時に、やはり看護師として血圧をちゃんと測れるのか測れないのかっていうのはすごく大きくて、なおかつ水銀血圧計ってもう学生しか測らないんですよね。基本的にもうずっと測り続けるっていうのは、だからこそそうやって聴診器で測れるような血圧っていうのは絶対に習得しててもらいたいなと僕は思ってます。結局職場によっては電子血圧計でしか測ることはなかったですっていう人たちもいると思うんですよ。まあ、僕が今言ったように聴診器で測るっていう現場っていうのは結構まあ限られてるのかなと思ったりするので、絶対にそう聴診器で測るような場所に行かないと測らないってこともあると思うんですよね。なので 100% 聴診器で血圧を測る機会があるっていうことは、まあ、僕は言えないんですけども、ただ僕が最初に思ってたように、いやこう測る意味あるのっていうふうに考えた時に、やっぱり聴診器で測る機会っていうのは現場では何回もあるんですよ。まあ、それ以外にもやっぱり施設でも測ったりとか、普通のまあ救急じゃないところでも血圧計っていうのは実際に置かれてます。じゃあその血圧計が測れませんじゃあやっぱり話にならないし、まあ、実際看護師じゃなくても聴診器で測るのってできる人多いんですよね。なのに看護師で測れませんっていうのは、まあ僕は恥ずかしいかなと思ってますので、測る機会ないかもしれない、看護師の免許を取った時に測る機会ないかもしれないんだけども、もし一回測れって言われた時にも絶対に自信持って測れますよっていうようなぐらい学生のうちに練習しててほしいなと、体に染み込ませててほしいなって僕は思ってます。その血圧の割合、電子血圧計とアネロイドだったりとか、まあ、水銀の血圧計ですよね、ああいう感じの聴診器を使った血圧計を使うっていう割合で考えたら、もう圧倒的に電子血圧計だと思います。これはもう 100% 圧倒的だと思います。いや水銀とか聴診器を使う血圧の方が多いですよっていうのは、もう今のご時世ね、もうほんと少ないと思います。もう1日を通してですね、1日を通した時にどっちが多いかって言ったら、もう電子血圧計の方が多いんだろうなっていうのは、まあ、明らかなんですけども、いざじゃあ測れって言われた時に測れるようなそんな自分になるためには、やっぱり学生のうちにとことんしておかないといけない。まあ、なぜかっていうと、さっき言ったように学生の時に測ったとしても、現場で看護師になった時に測る機会というのはベラボーに少ないってことなんですね。ベラボーに少ないからこそ、学生の時に体に染み込ませておいて、じゃあいざましてって言われた時にでもできますって言えるような状態にしておく。そのために学生の時は聴診器を使うような血圧測定でも全然僕はできますよと、私はできますよっていうような状態にしておくということが必要だと思いますんで、まあ、水銀系に関しては、まあ、水銀に関する水俣条約っていうそういう条約で、もう今後ね製造しないと、輸出とか輸入とかしないっていう風になってるので、2021年もうあとちょっとですよね、あとちょっとで、まあ、販売とか製造とか輸出とか輸入とかそういうことができなくなるので、なくなるかもしれないんですけども、聴診器で測るような血圧測定っていうのは絶対的にできるようにしててください。これはもう学生の時にもう体に覚えさせると、これは絶対的に重要になってくるという風に僕は感じてますので、学生の皆さんは
もうね、そういう現場ではないかもしれないけども、やろうというような気持ちで実習だったりとか練習の時にやってもらえればなと思います。じゃあ今日は僕はここら辺にしたいと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。